子供プロダクションチャンネルでございます。どうもこんばんは。今日もレコードの話なんですが、と言いますのも、私部屋で音楽聴くときは全てレコードにしてるんですよね。まあ、以前は CD も所有 してたんですが、まあ、全て処分しました。まあ、時々友人の DJ の方から新しいミックス作ったんで聴いてくださいとか、あとアーティストの方からプロモーションでCD でいただくことが、まあ、あるんですけども、その時はパソコンにリッピングしてね、 PC オーディオで楽しんでます。ですから自分で新しいディスクを買う時は全てレコードにしています。で、その、まあ、レコードを買う際にあたってできる限り、まあ、US オリジナル版、まあ、私の場合 US のジャズがメインなんで、まあ、US のオリジナル版、なおかつモノラル版を買えるならば、まあ、買うようにしてるんですが、まあ、ブルーノートとかだと非常に高額ですよね。まあ、コンテンポラリーとかだと、まあ、買おうと思えば買えるんですが、まあ、希少版だったりブルーノートの、ね、人気版だったりすると、まあ、20万30万当たり前にするじゃないですか。まあ、そうなってくると、じゃあどうするかというと、まあ、アナログプロダクションの、まあ、後発のものを買ったり、あとはディスクユニオンと EMI から出してる、プレミアム復刻シリーズのモノラル版だったり、まあ、妥協して US のステレオ版だったり、あとは、70年代から80年代ぐらいの国内版っていうところで、まあ、探すんですが、まあ、ブルーノートの場合だと東芝 EMI から出てるものとキングレコードから出てるものあるんですよね。キング版、あと東芝 EMI 版で、まあ、そういうものがこう棚の中に混在してくるんですよ。実際音を出して聞いてみますと、こうキング版と東芝 EMI の版と違うんですよね、若干。まあ、その違いっていうのは何なんだかちょっと分かんないんですけども、まあ、想像するに、マスター版、マスターテープが、まあ、US にあって、まあ、それを日本のレコード会社がそのまま買ってるんじゃなくて、多分それの子供みたいなこうコピーしたものですよね。で、さらにその孫なのか、そのまあ親だとか子供とか孫だとかどれだか分かんないんですけども、それで音質どんどん劣化していくと。なおかつ日本のカッティングで音質は、まあ、変わっていくと思うんですよね。それでそのキング版と東芝 EMI 版聞き比べると、私の場合は断然キング版の方が好きなんですよね。こっちはそうですね、これキング版です。ハンク・モブレイ、ポッピン、これ確かオリジナルでこれ出てなくて、これ日本だけのレコードだったような気がしますけど、1200円で買いました。もともとは1800円、GXF3066、 GX 系で始まるとキング版なんですよね、キングレコード。こっちに書いてる、まあ、ここに小さく書いてます、キングって。こっちがキング版、こっちが東芝 EMI デクスターゴード、ここに書いてますね、見えるかな、東芝 EMI 株式会社メイドインジャパン。これはレコード番号が LNJ-80095、はい、これ東芝 EMI から出てるレコード。なんていうのかな、私の感覚から言うとちょっとこうダビングしたテープを聴いてるような感じなんですよ、東芝 EMI の方が。まあ、それがレコードらしくてそっちが好きだっていう方もいらっしゃるとは思うんですが、私はキング版のなんていうのかな、鮮度、アンビエンス、まあ、空気感がこう割と劣化しないで収録されてるかなと思いますね。だから同じタイトルでもキング版と東芝 EMI 版が存在することがあるんですよ。その場合は私は迷わず
まあ、キング版を買ってます。もしキング版がなかったら買いません。あの次の機会を待ちます。あと CBS ソニーなんかも問題なく鮮度はあると思いますね。ビクターなんかもいいんじゃないですかね。まあ、国内版でも、まあ、そのカッティングの段階だとか、あとそれを作る前のテープマスター音源の質によってもう音が様々あるということで、私はキング版をチョイスしています。あ、今日もまたモルト飲みながらやってます。お疲れ様です。今日飲んでるのはカバランソリストバーボンカスク。これ最高に美味しいシングルモルトですね。ちょっとボトルで買うと結構高いんですよ。高いんで、もしバーで見かけたら、これ緑のラベルなんでバーで見かけたら飲んでみてください。まあ、でもバーで飲んでも1杯2000とかしちゃうのかな、シングルで。大変美味しいですね。まあ、あのベリーとかさくらんぼとか、なんかそういう味と、あとバーボンのこう甘みっていうか、しっかり感じられるいいモルトだと思います。あとチェイサーで今日飲んでるのが、これセブンイレブンで買ったんですけど、高島醸造マスカットベリー A、 マスカットベリー、まあ、日本ワインですよね。果実酒、まああのジャパニーズワインですね。まあ味もちょっと甘みがある感じっていうか、昔からある果実酒。まあこれからもまだまだ聞いてみたい、まだ聞いてないレコードもたくさんありますんで、まあ、そういうのこれからまた掘っていくと思うんですが、まあ、国内版を買うときには私はキング版をまあ狙って、まあこれもあくまで好みですからね。あの東芝 EMI の音が好きだっていう人もまあ絶対いるでしょうし、悪口じゃないですから、私はキング版が好みだっていう話です。もしよかったら参考にしてみてください。そんな感じでまた後ほど、さようなら。